ます。全21組です。全21組の平均タイムが83分09秒。平均タイムが83分09秒です。ダメですね、さすがに。優勝の方、83分50秒、岩野夫さん。おお、去年優勝タイムを叩き出しながらクイズを間違えて入賞圏内から外れてしまった方のリベンジが発生したみたいです。表彰状第1位、岩野藤井様、それから節子様、上の者は、秋川2010タイムラリー選手権において当初の成績を収めましたので、その栄誉を与え、これを表彰いたします。平成22年10月17日オープン会長レネゲード、おめでとうございます。おめでとうございます。商品はですね、この後ろにあるものを早もん勝ちなんですけど、何でも OK、好きなものをお一人3点ずつお持ちください。すげー、そんなに一人3点ずつ、お二人でだから6点お持ちいただけるわ。ごっそり、はい、こちらはこちらで続きましょう。第2位の方、82分53秒バンニーパパさん、みぞうさん。おおおおおお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おお表彰状第2位、バーニーパパ殿、みぞう殿、以下同文でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2位の方はこの中から好きなものをお一人2点ずつ。なるほど、2点。お二人で4点お持ちください。はい、第3位の方を発表します。第3位の方、84分43秒。あ、バッテリーなくなっちゃった。ちょっと気をつけさせていただきました。一番遠かったのがやっぱり塩さん長崎ですね。それとも先に帰られた山口でしたっけ？どこだったっけ？岡山の、まああの人クロスブレードでね、屋根もドアもないちょっと変態の駅に行ったんですけど、今もう見えないですね。で、北はやっぱり変態の遠藤さん。またこれに懲りずにですね、またお仲間も連れてきていただきたいと思います。また来年もこのように開催していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。また今日はどうもありがとうございました。お気をつけください。お時間の許す方はずっとまだ結構ですので。お互いのせいです。